この戦いは未来への誓いです。何を見せられるか、何を表現できるか、岩手グルージャ盛岡、岩手グルージャ盛岡です。さあ前を向いて上場、上場のドリブル、左足シュート、キーパー奥もキャッチしました。福島今度は大きくサイドを変えて、さあ塩浜を走らせていきます。長いホイッスルはイエローカードが小暮大輝に出ました。さあ先制ゴールの塩浜、大関に預けてゴール前、ワンバウンドのクロス、最後は小暮がクリアしました。2点を追いかける岩手グルージャ盛岡です。区切りのシーズン、その区切りのシーズンで残念ながら J3 再開、来シーズンは JFL で戦うことが決まりました。うまく残して、さあ福島エリアの中、深瀬とクリア、あとミドルシュートを狙ってくる、キーパー大久保、ここは防ぎました。そしてキリがクリアする。さらに岩手は45番水野隼太が今ユニフォーム姿に変わっています。さあ鏡からのパス、佐藤に通るか、佐藤に通った、佐藤のシュートは決まった。一度一振り、佐藤美優最終節で今シーズン初ゴール、岩手に希望の光を灯しました。さあ1点返した岩手、リプレイです。鏡からディフェンスとス競争になろうかというところ、少し福島のディフェンダー松永根がバランスを崩して、そしてこぼれたボール、斉藤カットして福島の攻め。さあ塩浜、今日2ゴール、塩浜狙ってくるか、グランダー懸命に水野も追いかけます。水野光輝も追いかける、ただそれをいなしながら前を向いた、ミドルを狙ってくるがキーパー奥もキャッチ。